典型的なメンザの定食メニュー、厚切りハムと目玉焼きにフライドポテト添えンザはドイツの大学の学生食堂のこと。またメンザはラテン語を習い始めた時に名詞の格変化で最初に教わる単語の一つ。長いテーブルを意味しており、多数の人がそこに並んで食事をすることから学生食堂の意味で使われる。これに対し企業や観光庁の校内食堂は カンティーネカンチネと称する。ベルリンのベルリン大学の中央、メンザが有名である。敷地が広い大学、もしくはキャンパスが複数あるところでは、メンザという呼び方をする。営業は、昼食の時間帯に限られるが、夕方から夜にかけての講義が多いので、夕食が食べられる夜間、メンザがどこかに一箇所はあるのが普通である。また、メンザとは別に、固定メニューの軽食。 喫茶が主体で営業時間が免座よりも長めに設定されたカフェテリアを設ける学校もある。大学に在籍しない外来者であっても割増料金を払えば免座を利用できる場合がある。メニューは日替わりで2種類以上が設定され、一般的なドイツ料理、所在地の郷土料理、パスタや中華風料理、ベジタリアン料理など様々である。 金曜日はイエスが十字架にかけられた日なので、精進日として、肉料理ではなく魚料理を出すという建前だが、あまり守られていない地域もある。ドイツでは、どこの大学のメン座が一番美味しいかというコンテストも、ある。メン座は、ラテン語に由来するので、ドイツ以外の国々でもその呼び名を使っている。ありがとうございます。